相談したいことがあるんだけど、いいかな？この前、私のファンクラブの人たちがライブのチラシを配るのを手伝ってくれたでしょ？私だけじゃなく、メンバーみんなの分まで。だから、この感謝の気持ちをライブでファンのみんなに届けたいの。よかった。あなたならそう言ってくれると思ってた。ありがとう。うん、あなたとならまたいいアイデアが出るよね。そう、ファンクラブの人たちも一緒に成長していきたいって言ってくれてたし、あのガーベラを配った時よりも成長したところを見てもらいたいな。ファンレターみたいだね。私がもらってお返事を返して、またお手紙をもらって返して、どんどんつながっていくの。みんなとつながれること、どんな風にしたらいいんだろう。一生懸命なところに共感するってことと、一緒に成長したいってことと、長いお手紙書くよって言ってもらえたこと。なんか自分で言うと恥ずかしい。そうかな。あ、ねえ、次の歌にお手紙のお礼の気持ちを入れてみるっていうのはどうかな。私がどれだけ嬉しくて自信がついたかって、そういうこと。うん、そうなんだ。ありがとうって気持ちはどんな言葉にしても足りなくて。それいいと思う。とっても素敵な案だと思う。私やりたい。ファンのみんなに気持ちを送ることが楽しみで仕方ないよ。私みんなのために頑張るね。それがちょっと考えつかなくて。あなたの意見が聞きたいなって。